数あるチョコレートの中からこの不二家ピーナッツチョコレートを選ばれたお母さん、素敵です。おいしいね。不二家ピーナッツチョコレート。数あるチョコレートの中からこれと不二家アーモンドチョコレートを選びました。素敵な2つのお母さんです。おいしいね。不二家アーモンドチョコレート。栃木県代表の座を争う51校、その県予選決勝の日、江川投手は5球を投げ抜き、栄光の48代表の一角へと見事なダッシュを決めたのでした。春の選抜で準決勝で敗れたものの、三振ダッシュ60という大会記録を樹立し、怪物の名を欲しいままにした作新学院の江川は、栃木県予選5試合中3試合をノーヒットノーランで勝ち抜くという信じられないような戦績を引っ提げて夏の甲子園に乗り込むことになった。クールと言われた江川だったが、彼の青春はまさに真っ盛りであった。走る列車の中、それぞれの夢を見る選手たちの中で、江川投手は一人、相手チーム以外の見えない大きな敵と戦っているのか、甲子園への長い道を見つめていました。江川選手、今もあんまり変わってないような感じもしますけれども、しかし、今日はですね、作新学院時代に江川選手とバッテリーを組みました、小倉捕手においでいただきました。小倉さんは、作新から早稲田に進みまして、現在は熊谷組で活躍中なんですが、あの頃やっぱり江川投手はすごかったですよ、キャッチャーから見て。やっぱすごかったですね。あ、そうですか。それではですね、一緒にですね、問題になった甲子園の2回戦目ですが、銚子商業戦、一緒にご覧いただきたいと思います。試合を前にバッテリーを組む小倉捕手と丹念に体を揉みほぐす、お互いの呼吸と信頼を確かめ合う体操。後の第1球はカーブ。ストレート中心の攻めのピッチングから変化球によるメンタルな投球を見せる。銚子商業とは過去3回対戦し3勝する江川投手。しかしそれだけに全てを知り尽くされていることから、ピッチングの組み立てを変えて臨む。雨が強くなる。0対0のまま、またも延長戦。見破って切り抜ける。不当が続く。小倉捕手の硬い必死のブロックにランナーを出す。雨に濡れた緑の芝生がカクテル光線に美しく映し出された直後、意外なフィナーレが訪れた。
延長12回裏、銚子商業ワンアウトフルベース、江川投手は同陣で入念に滑りを止めた。フルカウント、最後の1球、バッターは長谷川。江川投手、雨が手元を狂わせたのだろうか、それともコントロールを失ったのか。169球目の球は大きくそれ、それが1点の勝敗を決したのでした。速い雨足が先ほどまでの熱湯を洗い流して過ぎ去っていきます。球史に残る宇宙の激戦が通り過ぎたドラマのように光っていました。まあ、それにしても小倉さんのね、あの三塁走者をガッとブロックしたあれすごいですね。膝で押さえつけたんですか。膝とミットですね。あ、プロレスかなんかやってたんですか。全然手が届かないですね。まあ、それにしてもですね、あのマウンドに立った江川投手なんですが、まあ、いろんな説がありまして、何しろキャッチャーがサイン出しても俺の思う通りに投げさせてくれというふうに言い続けたとかいろいろありますが、実際はどうだったんですか。すまんというようなことをみんなが集まってきたとき言ったんですよね、はい、それで、ファーストの鈴木がまず、はい、おいいよ気にすんなと、うん、いうことで、あとみんながわっと集まってきたときに、うん、お好きなとこ投げろよと、うん、いいよ何でもいいから好きなとこ振ると、うん、分かったというふうでみんなバッと分かれたんですね。ああなるほどね。それはじゃあそれあのみんなが好きな球投げろって言ったんで彼はそのように投げたわけですね。彼から俺に好きなようにやらせてくれ、こういうことじゃなかったんですか。彼も任せるとは言ってましたけどもね。ああ、ああ、それよりみんなのわっと言って、うん、いや任せるという方が強かったです ね、 な、 ね。なんかあの見てた我々はね、その時なんか作新学院が一体となったと、一体となった時は作新学院の敗退であったという感じがしたんですけど、どうです。僕もあの、まあ、みんな後で話すんですけども、あの時はやっぱり野球やったというすごい、最後のたった一球だったんですけどね、まあ、すごいやったという実感が湧いたことは間違いないんですけど、ね、それまでは江川ワンマン体制だったんですか。いやそういうわけじゃなかったんですけど、野村さんどうですか、こう見てましてね、最後の一球あれ、まあ、外れてしまって負けたわけですよね。あの一球どういうふうに分析されますか。確かに雨なんだうんぬんと言われてますけどね、はい、僕はあれ江川君らしいなと思うんですね、うん、今もああいうことあるでしょう、うん、そして雨の状態が悪いとか何かあると自分はもう一つ、うん、ボールにガーッと集中できないっていうかね、うん、もういいやっていうかね、うんうん、あそういうなんて言いますかね、なんかうまく言えませんけど、うん、ちょっとしたたるみっていうか、やっぱ完璧なところで完璧な状態でやりたいっていう、うん、そこに何か上がるとそれにピシャンとなっちゃうっていうのはね、なるほどね、いうのは今もあるみたいですね、うん、はい。さて、甲子園アルバム、大慶、あなたに食べていただきたく日本から飛んでまいりました。受けてる実感、yes! 集まればザ・ニューヨーク。